今日はこちらからになりますね。スーパーライジン2、朝倉海選手の欠場を受けて、代打、大久保博正選手、記者会見の後の朝倉海選手のツイートから、今回怪我で欠場することになってしまい、ファンの皆様、対戦相手のアーチレッタ選手、申し訳ありません。本当に悔しくて、未だに心の整理がついていないのが正直な思いです。でも必ず怪我を治して再びリングに帰ってきます。僕に代わって試合を受けていただいた大久保選手に心から感謝しますと、大久保博正選手の方は、自分にとってライジンは家族です。家族たちのため、俺はやります。みんなの元へ、ベルトを持って帰ってきます。と。大久保選手への応援メッセージいきますと、全然ありやー。楽しみ。おぎちゃん頑張って。現 UFC チャンピオンに勝った男が輝く時が来た。申し分ない。予想はしてた。男気参戦ありがとうございます。めちゃくちゃいい試合になりそう。そうなる運命だと思った。これはこれで最高やないかい。おぎちゃん、ベラトールからベルトを守ってくれ。好きな選手同士で辛いけど、おぎちゃん頑張れ。今度はベルトを巻いて息子さんをリングに上げてくれ。うおー、おぎちゃん、大チャンス。壮絶な試合してくれると期待してます。シオンになるにしても、激闘になるにせよ、当日見守ります。おいくぼ、頑張れ。で、それを受けて斉藤豊選手が早速動画出してくれております。これは全く予想できなかった。もうちょっと正直言うと期間が欲しいところ、持ってるという見方もできるが、大木久保さんサイドとしてはいやーといった感じ。男気という言葉になるが、怪我とかしたらそれじゃあ済まない。日本人として全力で大木久保さんを応援したい。同じ選手としてすげえ、何人の人間がこのオファーを受けることができるのか。大木久保さんらしい判定2次でもいいので、そういった試合をしてほしい。泥臭く戦ってほしいということでした。私も応援行動バリバリ、もちろん今回はおぎちゃんですね。マジで燃えてきた。おぎちゃんの勝利を信じるよ。続きまして、こちらはもう朝倉未来選手の3日前になるかなの YouTube からで、ピットブル選手との件についてという動画になりますね。朝倉未来選手曰く、AJ マッキーと俺が背丈と戦い方が似ているということで、記者会見の時にあちらの方から練習してほしいと言ってもらえて、でも来るのが試合の1週間前ということなので、それだと怪我しちゃ終わりだし、だったらもっと早くということで、俺が旅費を出して練習パートナーとして来てくれることになりました。なんと知らなかったんだけど、弟までついてきて俺とやる可能性あるんだけど、でも好意的でサポートをしますみたいな感じで、とにかく今はクレベルとケラモフに勝つことが先決だから、もし弟ピットブルとやる可能性もあるかもしれないけど、一旦そこは置いておいて、手段を選んでる場合じゃない。それに日本に着いてからあなたとだけは一緒にできません、じゃあちょっと失礼すぎるでしょ。そしてピットブル選手のチームの中にキャプテンという人がいて、背が低い人なんですが、その人は山本キッドさんがアメリカにレスリング留学していた時に学校通ってたらしいんですが、そこで14歳から18歳までずっと毎日一緒にいたベストフレンドだそうで、朝倉未来選手らも驚いておりました。プラスヘンリー・セフード選手、イリー・プロハースカ選手のコーチでもあるようです。そして朝倉未来選手、今度ピットブルたちにはブラジルにも来てくれとも言われているんだと。で、パトリシオ選手はいつ来ても日本は素晴らしい、あとはミクル君の力にもなれたら嬉しいと。パトリッキー選手の方は寿司海鮮が好きで毎晩食べに行ってるようです。パトリシオ選手は確か生もの食べれないんですよね。ちなみにですね、パトリッキー選手はこの時ベジータのイラストが描かれたウェアを着ておりました。他にはドラゴンボールナルトに犬夜叉も好きだそうです。パトリシオ選手の方はヒョードルの顔が描かれた T シャツを着ておりましたということがまずありまして、そしてこちらはクレベル小池選手の YouTube、 朝倉未来選手 VS ケラモフ選手戦についてというもので、まずクレベル選手、ケラモフと朝倉がタイトルマッチなのはライジンが決めたことだから、私関係ない、しょうがない、私が間違えただけだから。でも私ピットブルに負けただけで、日本人にはまだ誰にも負けてない。ケラモフでも朝倉でも頑張ってください。私12月に自分は待ってる。誰が来てもボコボコにするよ。ファンに約束する。それ間違いない。
そして先ほどの朝倉未来選手が全部ピットブル選手たちの旅費を出したという話を受けてたと思いますが、クレベル選手、お金では全ては買えない。朝倉が考えてるのはお金だけな。朝倉はピットブルにお金払って一緒のチームになった。心配してない。それ以外にも日本人たくさん他の選手とかとコラボとかで練習して、私やサトシ先生をボコボコにしたいと思っているが、それは簡単なことじゃない。私は私たちの仲間、サトシ、関根さん、ヒロ、タクミ、内山、マルキニョス先生、鈴木先生、6人、7人ぐらいで私たちのチームを守るよ。大切なのは数ではなく質。だからお金で全てを買うことはできない。自分には今ベルトないが、日本中みんなわかってる。自分は口だけでもお金払うだけでもない。7試合して6つの一本勝ち。みんな判定勝ちしかない。勝つことだけ考えてる。でも私は違うよ。一本や KO を頑張っている。隣にいる磯部師範は、俺もこんな辛口なのやだーと。で、感覚としてはですね、一つのソファーに二人で座ってるんですが、二人とも同じぐらい細身なのに、ソファーの9割クレベル小池選手が大股開きで占領して座ってて、磯部師範は小さくちょこんと座ってるというイメージになりますね。そしてクレベル小池選手、まだライジンからのオファーはない。これ試合じゃないよ。次は喧嘩やるぞ。火がついた。ということでした。クレベル小池選手、練習で目の周りに青タン作ってて、大魔王みたいな凄みがありました。はい。しかし、この発言に異を唱える人がいます。それがピットブルブラザーズチームの萩原恭平選手などとも懇意にしているフェルナンド選手。こちらは昨日21時前からのフェルナンド選手のインスタライブの模様となります。後ろではピットブル兄弟がベッドでゴロゴロしております。しかも結構狭い部屋なんですが、5人用らしいです。今日パトリシオとポケモンセンターに行ってポケモンカードを買いに行った。自分のためじゃない、パトリシオの息子のため。あとピカチュウのお面も買った。子供は7歳と3歳。ミクル君調子めっちゃいい。スタミナめっちゃある。今日も1時から3時まで一緒に練習をした。スモーカーの誠くんとはよく連絡を取り合っているが、恭平とはちょこちょこ連絡を取る仲ではない。でも今いろいろ俺たちの中言われているが、恭平とは昔から仲良くて、大阪に戻ったらもちろん会ったりする。今ミクルくんたちと練習やっているが、これはスポーツだし、そこはお互い別と考えている。ミクルくんもめちゃくちゃいい人。リクト君ももともと大阪の選手でめっちゃ好き。戦うときは別。これは仕事や。パトリッキー・ピットブル選手の奥さん、ライブ見に来てコメント残しておりました。ミクル君頭いいし、勝つんちゃうかなと思っている。パトリシオもパトリッキーの動きが良すぎるから、これじゃ AJ マッキーかわいそうだね、と今日話をした。パトリシオの一番好きなポケモンはピカチュウ。ここで白川リクト選手からコメントを来まして、フェルナンド選手は、またよろしくーと。盆栽には行かない。それに関してはいろいろ言いたいことがあるか。また今度でもいいんちゃう？リクト君みんなとめっちゃ仲良くしてる。今度ブラジルに連れて行く。めっちゃ合うと思う、と白川リクト選手、社交性高いですからね。かなり気に入られてるようです。フェルナンド選手、耳に大きな穴開いてるんですが、ピアスは17歳の時に入れた。例えばミクル君と恭平とか仲間同士が戦うとき、どっちを応援するとかはない。パトリッキーも恭平とも仲良く続いていると言っている。いつかミクル君も恭平もリクト君もみんなブラジル連れていく。それで納得できるんちゃう？選手とファンは目線が違うので、こういうのはサッカーとか他のスポーツでもよくあることです。ブラジルのジムはナタールというところにある。リクト君めちゃくちゃ性格いい。青木真也選手会ったことないがファイターとして大好き。リクトは強いですか？にパトリシオ・ピットブル選手が親指を突き出したグッドマークを出して、ミクル君、萩原、リクト君、誰かがライジンフェザー級でチャンピオンになると思うよ。ミクルが一番近いかな。大久保博正選手はアーチュレッタ選手に似ている。噛み合うと思う。
予想はアーチレッタ選手が 65%、 大久保選手が 35% の確率。間違ってたらすいません。他にも金太郎、青井陣、いろんな選手と仲いいよ。みんな焼肉が大好き。自分は日本には15、6年住んでいる。自分は寝技の強い選手と戦ってみたいので、渡辺修斗選手とやりたい。あと多分太田忍選手のことだと思います。とも戦ってみたいと。ご飯、サバ、日本食大好き。好き嫌いはなし。逆に食べ過ぎ。今72キロある。トライフォースでめっちゃいい練習ができている。ライジンの次の日にピットブルたちは多分ブラジルに帰る。パトリシオは平本蓮のこと全く知らない。逆に知ってたら俺が驚く。自分は結婚している。日本のいいところは安心安全、住みやすいところ。僕とパトリシオとミクル君は右利きサウスポーだから、今日パトリシオにもっとミクルの動きを見た方がいい、研究した方がいいよとアドバイスされた。ミクル君は階段ダッシュもしていてかなり追い込んでいる。パトリシオとフェルナンドはどっちがモテますか？には、二人とも真面目です。自分はパトリッキーと同じ37歳。パトリッキーはミクル君のことをびっくりするぐらい強いと言っている。はい、そうです、確かにそう言ってました。とトライフォースでは僕が日本語で通訳をしてる。ピットブルもポルトガル語だからな。ジョビン、わからない。でももしかしたら聞いたことあるかも。ミクルとご飯行く。ブラジルのフェスも行った。忙しいが常に一緒じゃないが、神社にも一緒に行ったことがある。自分の得意技は三角と腕十字。今7勝2敗で4つか5つ腕十字で決めている。パトリッキーの入場曲はまだ考え中。何がいい？ドラゴンボールがいいかな。ミクル君ベラトールでも UFC でも出れるポテンシャルあると思う。ピットブルー兄弟は歴史が好きなので京都に行きたいと言っている。ミクル君腰もめちゃくちゃ重く、ディフェンスもうまい。ケラモフはそんなに簡単に倒せないと思う。最近ずっと俺たち吉野家ばっかり行っている。早いし。そしてここからです。クレベル小池選手が YouTube で言ったことに対して、クレベルのミクル、お金やなんやかんやって話全く違う。あいつ内容わからないのに人のことを言うのは同じブラジル人として恥ずかしい。ベルトなくなってイライラしてると思うわな。ファイターとしてリスペクトせなあかん。そういうの最近流行ってるのはわかるが、トラッシュトーク。パトリシオはミクル君から1円ももらってない。でもピットブルーチームのトレーナーも一緒にいて教えたりするから少しだけ出しますよという話もあったが、俺とかピットブルは1円ももらってない。逆にみんなこっちの練習に付き合ってくれているっていう感じ。そこは勘違いしてほしくない。ファイターとしてはリスペクトせなあかん。みんなプロや。これはクレベルだけじゃなしに、リングの上だけじゃなく、相手にリスペクトをしてない選手は自分にも格闘技にもリスペクトをしていないということになる。 400g でも軽量オーバーしたらあかんで。死にかけても体重落とすのはプロとしてもやらなきゃいけないこと。ピットブルー兄弟の住んでるブラジルの街は治安はいい。自分の奥さんは日本人。ミクル君めっちゃいい人。すごい気を使ってくれる。こないだ汗でびちょびちょの床に、誰も気づかなかったらラウンドごとにモップを持ってきて拭いてくれた。そこからリスペクトを感じた。盆栽とは別に仲悪くない。ヒロ山にハトも仲いいし、クレベルがどうこうではなく、僕個人の考えとしてスポーツとしてかっこよくないから言ってるだけ。特に柔術はそれを教えるものでもあるし、そういう気持ちを守ってほしかった。今回はクレベルには合わないと思う。日焼け止めは塗ってない。ピットブルチーム、たまによく喧嘩してる。パトリシオ、かわいいというコメントには、パトリシオ選手、ありがとう、と。サトシ・ソウザ選手とパトリッキー、僕もその試合見たいです。ヒロ・ヤマニハ、めっちゃいい人、好き。会うといつも長時間話す。音楽の中ではリンキン・パークが一番好き。そして、クレベルのこと、別に怖くない。というか、他の男のこと誰も怖いとか全然思わないと、ここで終了となりました。
じゃあこちらついでなんでちょっと行かせていただきますと、クレベル小池選手を家族として支えているグラバカのヒットマンこと三崎和夫さんのインタビューで、ジャン斉藤さんのニコニコ動画ドロップキックチャンネルよりで、まず少し話題は遡りますが、クレベル選手の計量失敗について三崎和夫さんは、これは憶測ですけどとして、多分タイに行って帰ってきてまだ日が浅かったので、あっちの料理は塩分が高いので、それでそれが体内に残っていて、塩分があると水分をホールドしてしまうので、浸透圧の関係で何をやってもラスト水分が出てこなかったんじゃないかと推測。でもタイから帰ってきて2週間経っていたので、まあ何とも言えないところではあるがと。三崎和夫さんは計量失敗して泣いているクレベル選手に、人間は間違いを犯すがリングには 100% で上がらなくちゃいけないと声をかけたようです。しかし翌日にはファイターの顔つきになっていて、サトシ・ソウザ選手やマルキーニョスさんは貧しくも英才教育を受けてきているが、比べてクレベル選手はただのやんちゃなブラジル人なので、そういった雑草魂からサバイバル能力はあの二人より高いです。肌感覚でいろいろわかってるんですね。そしてとにかく一番優しいのもクレベル小池選手らしいです。そしてマルキーニョスさんはウェイト大好き、サトシ・ソウザ選手はちょっとやるのかなぐらいで、クレベル選手はもともとはやらなかったが、 KSW の言葉を選んでお化けみたいな選手たちと渡り合うためにウェイトを始めたようです。とここで有料記事に続きます。そして昨日の K1 ですね、面白かったんですが、どうも客入りが気になってしまって、セミのカナ選手戦の時で1階席が 7-8割、2階席は 3-4割の埋まり方だったようです。やっぱ世の中の熱とか目に見えない波、盛り上がりというのにお客さんは非常に敏感ですからね、いい試合ってだけじゃ難しいのが興行の難しいところでもあるんでしょうね。そんな中、9月10日の横浜大会でのカードでスーパーバンタム級タイトルマッチ、金子明宏選手 VS 久村正史選手が会場で発表されました。これはファン待望のカードになりますね。解説席にいたゆうちゃみさんは、彼氏の久村正史選手が絶対ベルト取ってくるからなと言っていたということを明かしておりました。そしてさすがチャンピオン圧巻という試合が何試合もあり、その中でもメインの輪島ひろみ選手 VS ピケオ選手、結果は奥足のローを蹴りまくるという作戦でピケオ選手の動きを止めて、2ラウンドスタンディングダウンの後の TKO 勝利。これでピケオ選手に勝ったのは日本人では久保優太選手に続き2人目。その最初に勝った久保優太選手が試合前こんなツイートをしております。ピケオ頑張れ、でも今回は奥足ローキックを効かせて輪島選手が勝ちそうと。で試合終わった後、一般の方が奥足のローキックを効かせてって、さすがは久保選手の読みだった。久保田選手、前回のピケオの試合見てて試合感覚空いてて棒立ち癖がついちゃってるな、あれじゃ輪島選手の強力なローは防げないだろうなと思ってたので、やっぱりと。やっぱ久保田選手すごい人なんだよな。あと私も試合見てて思ったことがありまして、一般の方がこのように同じように突っ込んでおります。ピケオが対日本人無敗って何度も繰り返す実況と、いや久保優太がといちいち何度も訂正するマサと、わざと天丼しているのかと思った久保優太選手、実況の方が久保の過去を葬り去ろうとしてて草、マサトさんありがとうございますと。久保優太選手 K1 やめたので意地悪してんのかなと一瞬思ったんですが、多分忘れるツボに入っちゃっただけだと思います。そして昨日ですね、当チャンネルで中村プロデューサーの退任はすでに決まってるからなというコメントがあったということは紹介させてもらいましたが、大会の総括の後に本当に退任することを発表いたしました。去年6月のザマッチが終わって K1 の今後の方針を話し合う中で、今までの K1 と違うコンセプトを目指そうという結論になりました。自分が続けるよりも新しい K1 にふさわしい方にやってもらうのがいいと思い、どこかのタイミングで退任がいいと申し出て、7月の今大会で退任となりました。あとは明日の配信を見てもらうのがいいと思います。今後の K1 との関係については引き続き話し合い中です。何らかの形で携わることになるのかなと思います。その他の活動については
YouTube チャンネルをやってみたいですけど、大変だと思うので、とりあえずゆっくりします。新しい仕事を探さないといけないんですが、元ライターなので、聞き手も書き手もできるので、ここにいる皆さんも何かあった時には連絡してくださいね。悔いとかはないです。やりきりました。今は別のフィールドで戦っている人たちも K1 ファイターだと思っていますと、アンポルキア選手大歓喜ですね、これは。そして K1 は続きますので、応援よろしくお願いしますと。で、新 K1 プロデューサーは明日18日正午からの記者会見で発表されるそうです。俺たちも知ってる人なのかな。お疲れ様でした。緊張感のあるニュースが続きましたので、ここいらでちょっと抜きましょうか。 UFC レジェンドファイターでもある BJ ペン選手、2階級制覇チャンピオンですね、元。なんとですね、恐竜は存在しないとし、さらに2050年に世界が終わり、1850年後に地球自体がリセットされるという学説を発表したそうです。はい、まあそういうのですから BJ ペンさんが合ってるんでしょう。でも日本にもね、永久期間を作って完成したと記者会見を開くも作動せず、ネジが緩んでましたという人とかね、タイムマシーンを作ろうと思いうつ病になったという選手もいますので、これはまあ普通なのかもしれません。友達にチャゲアスのアスカさん紹介しておきます。そしてこちらは貴健心選手、今タイにいますが、海岸の波打ち際で同じぐらいの体格のスキンヘッドの外国人男性と組み合い、最後はいとも簡単にゴロンと投げ飛ばしておりました。やっぱ相撲になったら負けるわけないですね。なんか嬉しかったです。そしてこちらは中川むーちゃ選手の奥さんの花さん、料理を作りながら雑談という動画の中で、ダラッとさんでうちら夫婦のことが逸材と紹介されていたと話題に出してくれておりまして、ありがとうございます。紹介の仕方も面白い感じって言っててくれました。ただですね、当チャンネル子供といる時に聞いてて、いきなり18禁の話題になって困るという苦情も出てきておりまして、なので私の方としてはわざわざ R なんとかとか PG なんとかとか、これ以上手間を絶対に増やしたくないので、中川むーちゃ選手夫婦のなと始まったらそれはもう R ということですし、堀江義則選手のほと始まってもそれも R ということですので、おのおのでの対処でお願いいたします。そう、たまにね、このチャンネルを企業とかがやってるのと同じレベルで品位とかルールとかクオリティ求めてくる人たちがいるんですが、やってられるかですね、それは。はい、謎のお客様気分はやめてください。中川むーちゃ選手と花さんは今後ともよろしくお願いいたします。そしてこちらはライジンガールピンク担当のひなのさん、新幹線かな、名古屋で降りたい、ここから友達の家近いんだよな、寂しい寂しい、江戸に行ってきますと。東京のことを江戸と呼んでおります。どっかで底辺だも使ってほしいですね。そしてこちらは滝沢健太選手の YouTube 質問コーナーというものです。まず、強くなるのに必要なのは毎日コツコツ、コツコツが勝つコツ、新しい滝沢ダンスは勝ったら考える、ブレイクダンスを取り入れたものになる、今成選手とは近所走ってる時によく会う、ブレイキングダウンの黒石さんは自分のジムに毎日のように通ってきている、ライジンのファイトマネーは日本の平均年収ぐらいの人もいれば4桁とかの人もいる、それで年間3、4試合で生活には困らないぐらいはもらってます、ギャル好き。以上です。こちらは7月13日21時からの貴健心選手のちょこっとだけインスタライブ。スダリオとは話していない。連絡先すら知らない。こっちのご飯は全部美味しい。練習きつすぎて吐いた。トルコの身長同じぐらいの MMA 9戦全勝のレスリングの強い選手がいる。体重は今126、7ぐらい。アイスバブ入っての3分と出てからの5分がきつい。痛い。今のところ海外での練習のデメリットは感じない。言葉が通じないぐらい。好きな焼き鳥の部位はせせり。これは首の肉ですね。誰とやりたいとか言える立場じゃない。とりあえず戦績上げていかないといけないということです。続きましてこちらはシュートストロー級チャンピオン、新井城選手のもうおなじみですね。
7月26日の試合までの毎週金曜日のみにやってくれる貴重なインスタライブの模様となります。まず体重はあと 4.5キロ、順調。エアコン効かない部屋で練習していたら残り3キロになってしまい、逆に軽くなりすぎてしまい増やした。中田沢リッチ広隆くんが負けてしまい、大沢さんも落ち込んでいる。次の試合は俺がガンガン前に出て行って、見えてれば効かないことを証明して大沢さんを安心させたい。今9連敗からの9連勝中なので、次勝てば一つ長い連勝になるので、これで取り返せる節目の試合。連勝のきっかけは簡単に言うと格闘技のことを好きになったから。連敗の時は試合は好きだったが、普段の生活での取り組みが甘かった。今では練習も好きだし、格闘技のことを考えるのも好きだし、それから結果がついてきた。アマチュアの試合は20戦近くした。最初はジムに入って1ヶ月半で出させられた。キックボクシングやボクシング、無差別級で30キロ近い重い相手ともやった。MMA、ひたすら殴り合って楽しかった。マウントも取った。高2、3の50キロぐらいの時に。もしかしたら昔から俺、才能あったのかもしれない。かっこ笑い。今一緒に練習してみたい人はストロー級で一番強いんじゃないかと言われてる人。試合で巡り合わなさそうなので練習お願いしたいし、自分から俺はガンガン行くタイプ。誰でしょうか？気になりますね。こうやってカメラの前で話すの苦手だし、試合には人生が出るので、そっちを見てほしい。続婚にさせます。拳は去年2回折った。試合を見て力をもらえた。俺も頑張ると言われるのが一番嬉しい。そのためにやっている。パワー送りたいから。女性関係は、まあまあ、一人の方が楽と思うタイプなんで。木下空手。竹脇くんとは大事なところでチャンスつかめる選手、つかめない選手がいるなーという話はした。星の元の話。空手は練習を続けていくことでしか結果を覆せない。一緒に頑張っていく。自分は大会のポスター、邪魔だなと思って破いて捨てちゃう派。勝利者メダルも人にあげ、試合後勝ったらライブをやる、負けたらみんなが忘れるぐらい半年ぐらいは SNS やんないと思う。その時にポスター10枚ぐらい届くと思うので、サイン書いてプレゼントします。俺も頑張ります。とここで以上となります。はい、皆さんポスターもねもらえるかもですし、ぜひインスタライブ見て応援しましょう。そしてこちらは上田美京選手の YouTube となりまして、まず関根シュレック秀樹選手と僕もスシロー好きなのでコラボしてくれたら嬉しいですと。はい、これは一体どっちが醤油ペロペロする担当になるんでしょうか。そして怪物くん VS 西谷大成選手については、話題性がすごかったのでヘビー級もピックアップしてくれよと思った。実は怪物くんとは同じ場所で針治療をしてもらっているので接点はないが応援していた。そしてクレベルはリングチェックで練習していなかったので、まだ落ち込んでいると思い、これは鈴木千尋選手の勝ちだなと思って見ていた。打撃の鈴木千尋選手がでも、あんな負け方をしたことで、本当に全てを学ばないとダメなんだなと実感した。ベルトがあると重みとモチベーションが違ってくるので、ヘビー級にもベルトを作ってほしいし、自分が活躍してベルトを作ってもらうというのが当座の目標。今年はあと2試合、年末とその間にどこかで1試合やりたいということでした。はい、上田美京選手の空手の試合映像とかねアップできれば雷神ファンは喜ぶでしょうね。空手にもそれで興味を持ってもらえて、一郎さんのモノマネ芸人の日郎さんとのコラボ動画も良かったんですが、やっぱ試合映像の方が。そしてこちらは昨日の関根シュレック秀樹選手のツイート。そういえば聞いたことがある。昔ポール・スミスにウッキウキで入店するや否や、お客様に入る服はありませんよと店員に言われて泣いちゃった少年がいたらしいと。はい、プレゼントかもしんないじゃんね。これには全だらかくも泣きました。はい、というわけで本日は以上となります。今日は12時から K1 の記者会見がありますね。こういう時はこの自分の配信何時アップがいいのかっていうのいつも迷います。一緒の12時じゃ見ないよね。それより前の11時も早そうだし、やっぱ記者会見が終わった直後ぐらいがいいのかなと思ってますね。
あとこの動画をつなげていくアプリの変更があったのか、私がどっか押しちゃってそうなったのかわかんないんですけど、一つの話題が終わったラストのあたり全部若干切れてたと昨日思うんですが、今日はどうでしょうか。しばらくそこは様子見で行かせてもらいます。もしかしたらね、少し気になるところあるかもしれませんが、よろしくお願いします。今日は報告で終わっていきますね。はい、高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。ポーポーポポー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 。